仙北 1>, 1号線は、大阪府内を走る道路の一つ。大阪府道34号堺鞘山線、大阪府道38号富田林泉大津線の、それぞれ一部の通称である。地元で、1号といえば、国道1号ではなく、本堂を指すことも多い。仙北高速鉄道線を挟むように付設されている、仙北1号線大阪府道34号堺、 狭山線の臨海石津町交差点泉が丘、駅前間、及び大阪府道38号富田林泉大津線の泉が丘駅前室堂町交差点までの通称。さらにその延長の大阪府道223号3、臨岡山線の室堂町交差点、二つ池交差点も含められることがある。仙北ニュータウンの背骨とも言える道路であり、深井駅付近より、 泉中央駅まで、仙北高速鉄道が並走している。以下、抗議の仙北1号線について記述する。臨海石津町交差点から、浜寺石津町東2町交差点までは、片側3車線、浜寺石津町東2町から、深井高架橋までは、片側2車線の平面道路である。この区間では、国道26号の高架部分を除き、主要道路とは、 平面交差しているため、交差点ではしばしば渋滞が発生することがある。鉄道とは、南海本線、JR 阪和線とも、立体交差となっている一方、半海線とは、踏切交差である。阪和線上の芝駅より、東の部分には、中央分離帯が広く取られている区間があるが、これは計画廃止された阪神高速道路、大阪仙北線の用地である。 この区間は平面道路であるため、沿道には商業施設や事業所などが多い。深い高架橋から室堂町交差点までは片側に車線の信号のない高架道路であり、この部分については歩行者、軽車両の通行は禁止されている。一部区間には速道が設けられている。高架部分は制限速度時速6 0トルであるが、信号がないため、 駅内を短時間で移動することができる。もっともラッシュ時間帯などには渋滞が発生することも多い。この区間には、仙北高速鉄道線が中央分離帯にあたる部分に並走している。仙北ニュータウンの住宅地を従管しており、沿道には集合住宅が多く見られる。室戸町交差点から二つ池交差点までは片側に車線の平面道路である。一部で、 仙北高速鉄道線に加えて、半和自動車道が並走する。室堂町から、泉中央駅付近は、駅付近の商業施設に出入りする車などで、渋滞が頻発している。岸和田市域に入るにつれて、沿道に未開発の区画が広がる。堺市泉市岸和田市。ありがとうございます。